新しい時代が始まります。時代を先取り、世界の中心に向かって踏み出す大きな一歩。限界を克服し、境界を広げる新しい教育が、地域の人材を世界の人材へと育てます。さらに大きくなった大学、さらに大きくなった未来、国立インチョン大学。東北アジアを越えて世界へ、舞台が広くなればなるほど、私たちの夢はさらに大きくなります。私立大学からスタートし、市立大学を経て国立大学へ、他に類を見ない劇的な変化。その原動力は絶え間のチャレンジ精神でした。今や私たちは北東アジア経済のハブ、ソンドの中心で、大学の歴史を新たに築いています。インチョンを代表する国立大学として、地域にしっかり根を下ろすと同時に、世界に羽ばたこうと国際化を先導する大学。きめ細やかなカスタマイズ型教育により、時代が必要とする人材を育てる大学。国立大学法人への転換によって可能となった自律的な大学運営と安定した財政は、より大きな跳躍の土台となっています。誰よりも遠くを見つめながら、誰よりも熱く、国立インチョン大学の胸躍る変化が今始まります。一人一人可能性を信じ、夢を育ててあげる大学。皆が通いたくなり、誰でも勉強したくなる大学のための変化の風が吹いています。大韓民国グローバル化の玄関であるソンドに位置した45万平方メートル規模の新キャンパス。人と自然が共存する先端教育環境の中で、能力と可能性を育てる学生中心の教育革新が行われています。피해박힌전공교과목을모두없애고현장에서원하는교과과정으로개편하여실무인재형교육으로양성하고있습니다現場教育に強いインチョン大学の大きな特徴を生かし、シナジー効果は極大化されます。The university's goal is to teach courses 100% in English. While this requires a major adaptation for students, it will prepare them for competition in the international arena. キャンパスの国際化はもちろん、学生の未来まで考える教育体制。社会の変化にフレキシブルに対応する教育プログラム。4년간전액장학금과기숙사생활그리고1년의유학의기회미래의국제통상전문가를위한최고의교육의혜택을받고있습니다교수法改善のためのマイクロティーチングと、教授が個別に相談相手になって学業を1対1で面倒を見るスタディーグループの活性化により、学生たちは多様な考えと幅広い専攻知識を身につけることができます。国際通商・物流、地域人文学、都市科学、知能型システム融合、生命科学など、未来の社会を主導する革新的な人材を養成する5大分野特性化教育と融合複合研究、そして地域に密着した活発な産学協力は、インチョン大学のもう一つの競争力です。大学は全ての分野で積極的に地域企業の技術開発と経営システムの改善を支援し、企業は学生に現場実習と就職の機会を拡大して、企業と学生が共に発展する未来を作ります。また全国で8番目に設立した技術持ち株会社を通じて、大学の研究成果は産業と生活の中で伸びていき、
企業支援団は学生のみならず地域住民にも門戸を開き、予備起業者の発掘から起業まで全てにおいて支援しています。学生に合わせたきめ細かな教育、国立インチョン大学が教育の新しい価値を作ってゆきます。学生の幸せな夢と挑戦、時代の道を切り開いていく人材たち、彼らの前に世界に向けた新しい光が照らされています。国連機関である緑の気候基金の事務局をソンドに誘致することにより、財源、戦略、技術のグリーントライアングルの中心に立つことになった国立インチョン大学。国際機関出身の外国人専任教授を迎え入れ、緑の気候基金との連携先行トラックを開設することはもちろん、北東アジア気候エネルギーフォーラム、気候テーマパーク、グリーン気候環境研究センターなどを推進して、真のグローバル競争力を実現していきます。確固たるグローバルネットワークの中でのさらに広く、さらに大きな可能性、世界で成長する若いインチョン大学のルネッサンスが開かれます。変化に向けた私たちの一歩一歩が大学の明日を変えています。국립인천대학교에여러분의열정을가득채워주십시오함께도전하고함께성장하겠습니다인천의중심から세계의중심へ사라니大きくなった大学사라니大きくなった未来国立인천大学